毎度新年度になりましたね、4月1日エイプリルフール、レディオチューブ系いきます。カカシね、ちょうどね俺にはねタイムリーな歌やったね。いつでも電話してきよって言ったら、私から電話かけることはないよってね、昨日おとつい電話でね言われましたけどね、まあ元気でやってくれれば嬉しいなと思いますね。元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、城跡から見下ろせば青く細い川、橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突、この街を綿菓子に染め抜いた雪が、消えればお前がここを出てから初めての春、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔待ちわびる、お袋に聞かせてやってくれ、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ落ちてくる、銀色の毛布つけた田んぼにぽつり置き去られて雪をかぶったかかしが一人、お前も都会の雪景色の中でちょうどあのかかしのように、寂しい思いしてはいないか、体を壊してはいないか、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。はい、親の自己満してみましたね。今日から新年度ね、仕事の人も休みの人もね、また新たな気持ちで頑張りましょう。では、おやすみなさい。バイバイ。